カラサン寺院は、インドネシアのジャワ島中部にある発生域の仏教寺院である。ジョグジャカルタ市の東約1 3トルに位置し、プランバナン神軍に向かうジョグジャカルタとスラカルタを結ぶ幹線道路、ジャランソル付近にある。行政区域としては、ジョグジャカルタ特別州スレマン県、カラサン地区の村タートマルタニーのカラベニングに位置する。 カラサンヒブン・ナーガリー文字を用いたサンスクリットによって、西暦778年に記された。カラサンヒブンによると、寺院は、女神ターラーの神聖な建造物として、ラカイ・パナンカランを説得した、王シラージャグルの遺行により建立された。合わせて、シャイレーン・ドラケ領内の僧侶のために、ビハーラが建てられ、パナンカランはカラサンの村をサンガに与えた。 カラサンヒ文に記された年代に従えば、カラサン寺院は、ケウ平原に建てられた寺院のうち最古のものである。その後、この仏教寺院は二度の像広むにより改変されている。創建時の指導は区計であり、8世期末まで存続したが、その後十字型に像広むされ、二度目の像広むが、ボロブズール寺院の増築と、同時代の旧世紀前半、もしくは、 それより遅い850から870年になされたとも言われる。当初の指導は現存する主指導に内包されており、その主指導はオランダ植民地時代の1927の1929年に修復され、部分的に復元されているが、不明な部分は残されて未完のままである。現在に見られる寺院は47メートル四方の低い基壇上にある。 主指導は、四方に突出した側室を備えた十字型で、曲折する多角形として構築されている。東を正面として、四方にはそれぞれカーラマカラにより装飾された階段と扉があり、そこに3.5メートル四方の側室がある。北、西、南面の側室には、彫像はないが、鉱壁の台座により、側室にはかつて仏像があったことが示唆される。 東正面の側室からは、指導中央にある7.5メートル四方の主室に通じており、その後壁には大きな台座がある。台座は、ムンデット寺院に見られる高さ3メートルの普通像の台座に似る。カラサンヒブンによると、この寺院にはかつて女神ターラーの像が安置されていた。今日、像は失われているが、台座の設計や大きさにより、おそらく女神像は、 ムンドゥット寺院の像と同じく椅子に腰をかけた遺像であったとされる。しかし、高さは6メートルに達したものと考えられ、また、石像ではなく、聖堂によるものであったとも考えられている。南北面の入り口にある巨大な木面カーラ木面、カーラの彫刻とスバロカの初心で飾られた周囲の壁岸寺院には見事な浮き彫り装飾が施され、入り口の上部にあるカーラの木面は、 1000年前のジャワ美術における一大傑作と言われ、特に南面の扉の上にある巨大なカーラの鬼面は広く知られる。鬼面の下の階段の左右にはマカラがあり、その口中に獅子が排されている。また、南北入り口の左右で鳥番画の姿勢をとるドバラパーラの彫像も注目に値する。指導のうち、外には仏像が安置されたであろう、壁画が見られる。 周囲の壁岸には、カーラと共に、神々やアープサラス、ガンダルバのいる天狗スバロカの初心の姿が複雑に刻まれ、外壁面を装飾している。寺院の外壁には、白色の漆喰の痕跡が認められ、これは近隣のサリ寺院においても見られるものである。主子堂の屋根は三つの部分からなる。下部はまミシャの多角形に従っており、 そこには蓮に座った仏像の小さな壁岩が見られる。これらの壁岩はそれぞれ仏像を冠している。屋根の中間部分は八角形となる。この壁岩により装飾された八面には、二体の仏像が両脇に立つ、如来像などがある。屋根の上部はほぼ円形で、一つの大きな仏像を冠していた。朱子堂全体の高さは三十四メートルに及ぶ。山寺院は、 考古学的に豊かな、ケウ平原に位置しており、寺院のほぼ北側わずか600メートルの位置に、サリ寺院がある。サリ寺院は、おそらく、カラサンヒ文にあるビハーラであったと考えられている。さらに東側には、プランバナン寺院複合体、セウ寺院、プラオサン寺院などがある。ありがとうございます。